渓流で自給自足サバイバル、こんにちは、宇崎つかです。今日は栃木県の山奥にある、綺麗な渓流に来てます。この川で、自給自足のサバイバル生活をしていきましょう。てかすごいやぶですね。水の音が聞こえますね。やっぱ近くに川があるみたいですけどね。そろそろ川に着く頃かな。ちょっとね、足元がね見づらいですね。なんか獣道みたいなのがずっと続いてるんで、その獣道をたどって歩いてますけどね。これイノシシかなんかの道かな。鹿とかイノシシの獣道ですね。あ、木が倒れてますね。倒木を越えて獣道が続いてるな。この辺ね、クマもいるみたいなんでね、ちょっと気をつけた方がいいですけどね。草が生い茂ってるな。草がすごいいっぱい生えてますね。お、川が流れてます。ここが川ですね。お、あんまり深くないか。あんま深くないけど、川ですね。すごい綺麗な川ですね。ずっと続いてますね。めちゃめちゃ綺麗な川です。反対側に渡っても行けるかな。あ、でもちょっと深いか。深くなってますね。どうしよう、上流ちょっと上の方行ってみますか。上流の方に。あ、でもこの辺とかいいかもしれないね。いやー、草がすごいな。あー、でもこれ草をちょっとなんとか刈らないとダメかもしれないね。ヤブがすごくて身動き取れなくなっちゃうな。ここでいいか。ここをちょっと広場にしますか。広くしますか。ここでいいかな。ここをキャンプ地としましょう。でね、これで僕のスペースができましたんでね、ここを拠点として
生活しましょう。綺麗な川のほとりでね。喉乾いたな。とりあえず水だな。向こう側が川が流れてますんで、ここにねずっと川までの道を作りましょう。もうちょっとですね。なんか獣道みたいなのがたくさんあって、なんだろうなと思ってたら、これタヌキの糞ですね。糞がここにしてありますね。タメ糞がここにありますね。タヌキのトイレでした。ってことはこの辺タヌキがいっぱい住んでるってことですね。狩猟期間になったらタヌキの罠を仕掛けてみるのもいい感じだと思いますね。よいしょ。ここでね、川までの道ができました。簡単に水を汲みに行くことができますね。あー、水だ。水。てか暑いなー。